な。今日はちょっとだけです、多分30分もしないと思います。夜もね多分できない。そう、カナピー、そう、6月もかわいい。そっか、6月じゃん今日。ありがとう、手紙もペンライトも。そっか、もう今日6月なのか。あっという間ですね。あっという間すぎる。あ、指ハートありがとう。皆さん気づきますか、私が前髪を切っていることに。今日の朝切った、さっき切った。まあでもちょっと私はすごい頻度で前髪を切るから、気づきますかとは言っても本当に何ミリかしか切ってないんですけど、でも揃えた。そう、前髪大成功。なんか分けるか悩んでるって言ったけど、多分パッツンで出ますね明日の前座は。はい、いろんなメンバーが今日の夜配信の、え、そうなんだ、なんでだろうね全然わかんないみんなの予定を知らなさすぎる。明日の前座楽しみ。え、本当に私も楽しみ。絶対なんかさ、メイクの工程忘れてるんだよね、なんかを。だってすっごい早く今日化粧終わったもん。あっという間だった、本当に秒だったから。多分何かを忘れてるんですね私は。だから今からしていきます。あ、キセイさん今日からアイドル3年生。ああ、そうなの。え、もうそうなんだね、すごい。愛ありがとう、たくさん。そう、ハートもありがとう。月が変わって6月、確かに梅雨入りした、するの？梅雨入りって言われるよね。そう言われる。あ、そうじゃん、今日鉄泊でトークショーか。行かれる方は楽しんでくださいね。よいしょ、またありがとう。行かれてるの、もう行ってるのか。大宮か、大宮だよね鉄泊って。ありがとうございます、流れ星。あともありがとう。この服、ここが伸びてるから、うんなんか整理券も、そうなの、そうなんだ。うん、こんにちは。スン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 、オッケー。日焼け止めを塗らなくてはならない。え、どうなんだろう、今日って暑いの、わかんない、気温わかんなすぎ。前髪いい感じ、そう前髪めっちゃいい感じなんです。今日暑い、今日切ったからいい感じでなくてはまあ困るというところではあるけど。待って、アラーム鳴ったそうだ、この時間から私配信始めようと思ってアラームかけといたんだ。したら全然早く始めちゃった。それよりお手紙もありがとうございます。大阪でも NGT の考えちゃう、本当にありがとう。そう、ありがとうね。10分早め、そうなんか終わったら、準備終わったらって思ってて、思ったより早く終わったみたいです、私が似合う、ありがとう。ハートもありがとうございます。そう、今スーパーで買いますよそうかそうか、あれ KLP って今日から。唇ありがとうございますね。なんかこの触覚がこうなってくれればいいのに、ならない。え、なんかさ、ここのさ触覚さ、ここぐらいで切るとするじゃないですか。
え、どうしよう、どうしようね。そうね、 KRP 今日からじゅんちゃんのそこが試合が、うん、そっかそっか、そうだよね、ジカルタンで2時っていうふうに、おね、今日からか、こんにちは、待って、やっぱりここにめっちゃなんか音するんだけど、外からうるさい、全然忘れたとこも忘れてる、ね、草刈りちゃんマジで面白い、なんなの、なんなの、朝からずっとうるさいの、外がもう起こしてるのって思った。近所、近所騒音レベル。ハートありがとうございます、こんにちは、絶対あの工事現場とかにあるなんとかデシベルみたいなやつがあったらめっちゃうるさいと思う。なんかピンが前ブームでさ、めっちゃさつけちゃうんだけどさ、つきすぎなんだよね普通に、頻度的に。手紙ありがとう、そう早い時間だと困っちゃう、目覚まし時計ね、めっちゃそうなの、なんか自分が思ってる時間より早く起きるのがすごく嫌だから、まあしょうがないんですけどね、ちょっとねって感じではあります。こんにちは、でも今日目覚まし全然気づけなくて、8時前に起きる予定だったのに全然8時過ぎた。そう、びっくりした、全然なんか起きれなかった今日。こんにちは、そうか今日から6月なのか、そんなことないはずなのに、なんでって感じ、もっと早起きだと思った、そんなことない、そう、あそう、フォロワーさんが増えてくださってて、なんかあと12人で1600人いくみたいで、また1600人いったらもう長時間カラオケでもしようかな、カラオケでもしようかなと思っておりますところです。あの歌を覚えようと思って、最近アイスの口づけとセブンティーン歌えるようになりたくて、歌ってみようと思ってるんだけど、ちょっとまだ無理、ちょっと後回しやることがあるから、そうなんだ、そう、まあ1588人、なんかもう増えるのも嬉しいけど、なんか減らないようにしようって思って、減っちゃうの悲しいから、フォロワーさんが減ってるのが悲しいから、減らないようにねって思ってる、今減らないようにって思って生きてます。準備しかできない。急にこんにちは、全然このから、え入ってないの、初めて知った、え入ってないの、じゃあ口パクでセブンティーンなんだよ、でも君が一番だってやんなきゃいけないの。入ってないんだ、アイスの口づけは入ってる、続けちょうてん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 、ハートありがとうございます、入ってないんだ、ショック、えーセブンティーン、ここしか歌えない、てん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 、こんにちは、あとなんかあったかな、でも私毎回同じような曲歌っちゃうから、アイスの口づけの曲調好きなんです。え入ってないの、入ってるよね、アイスの口づけは、フォローありがとうございます、こんにちは。なんかさ、歌いたい曲に限って入ってないとかあるよね、アイスはあった気がする、あじゃあよかった、覚える甲斐がある。覚える甲斐がありました、よかった、
あと11人、そうだね、ありがとうございます。6月中に1600人いけたらいいなぐらいの気持ちで頑張ります。あ、お手紙ありがとう。こんにちは。これ記憶だから不確かだけど、調べよう、調べてみる。あーあ、アイスの、あ、入ってる、アイスの口づけ。入ってない、セブンティーン入ってないんだ。ほうほう、ね、なんだろうな、テロップ。頑張ってください。ありがとう。よかった、よかった。紀伊国屋書店から来た。あ、BLT かな、あ、ビスかな、どっちだろう。でも両方かな。そう、今日ぐちゃだね。そう、クラッキー配信放送。そう、検索はできるんですよ。歌えないけど、そう。そうなの。こんにちは。固定コメントそろそろ変更されたら。え、そう、なんかさ皆さんのおかげでさ、ゴールデンダルマ2位になれたじゃないですか。で、2位になったら焼肉って書いてあったじゃないですか。来なかった、なんか5月中って書いてあって、昨日までだったから連絡来るかなって思ってたら来なかった。え、だから ないのって思って、そう、びっくりしちゃった。 ないんだと思って、そっかそっかってなったそう、昨日それをね、ももちゃんと話してて、あれいつだっけってなって、調べて5月中に連絡が来ますみたいな書いてあったから、5月中なのかなって思ってたら全然来なかった。あっという、なんか気長に待ってよ、なんか忘れられそう、待ってたらショールームさんショールームさん連絡お願いします。そう、もしあるのであれば、ないならないって言ってください。ないなら初めからないって言ってください。そう、それは確認すべきだと思うね、思う。でもさ、マネージャーさんにさ、あの焼肉なんですけどって言ったらさ、え、焼肉何のことですかって言われそうじゃんだから言えないまあちょっと待ってみます。松坂家と孫、それはなんかさ遅そうだなって分かってるからいいんですけど、そう、ゴールデンダルマの方が、そう、固定コメントで思い出した、だから書いておくね、届くまで届くまでゴールデンダルマありがとうございますって書いておきますね。もうせっかく2位になれたから、あんまりああいう機会はないから嬉しかったんだけど、悲しい。スタッフさん持って帰ったんじゃない、やばすぎでしょそれは、さすがにないと思います。それはびっくりだよね、めっちゃびっくりした。昨日来ると思ってたからさ、連絡が、その5月中だったからね、もう6月じゃんと思って、そういえば今日みんなのコメントで今日6月じゃんってなったそう、そうそう、悲しいよ、めっちゃ。なんだって感じ、ないのかないのか。あ、今日40日目みたい、急にスクショを共有し始める。イエーイ打ち上げるしてあげるか、焼肉、え、行きたい焼肉って徐々にかも、え、やばいね、それでなかったら
嘘つきすぎる流れ星ありがとうございます。ウィンクできない、こんにちは。そうウィンクできないんだよね。コンサートのグッズすぎて売れちゃう。え、それやばくない？それはさすがにやばいじゃん。大丈夫なのそれは。こんにちは。40日イエーイ。40日セブンティーンあった？ダムカラオケ検索したらセブンティーンあったけど、え、じゃああるのかな。さっき調べたらなかった。なんでだ、どうして？私の画面にはないの。セブンティーン急にここしか戻れないし。40日おめありがとう。あっという間ですね40日。なんか途中一回、まあ、毎日チケット使ったりしてるからあっという間すぎて。ショールームのカラオケだみんなコメントでお話ししてる。確かにそうだね、そうかもね。こんにちは。半までやろうかな、40分までやろうかな。いや半までにしよう。半までにします。セブンティーン歌おうとしたら断念してた。あ、そうなんだ。リカさんの卒コンでやってたっけセブンティーン。ね、はじめまして、ありがとう。はじめまして。そう面白すぎ。でもそう、あとなんかあったっけな、ショールーム系で。めっちゃ工場音聞こえる。工場音っていうの、工場音じゃなくて。そう、こんにちは。やばいよね、うるさいんだよね多分めっちゃ悲しいですよ、うるさくて。工事音か、うるさすぎてごめんなさいって感じ。いや私が一番嫌だけど工事音だった。しばくんですよね。そんなのないのにさ、何も完成しないしさ、何もないのにさ、そったらどっからこの音してんのって思ういつも。何もないのにってなる。そんなの気にならないすごい。そう工事音で起きたりしない。え、なんかうん、うるさいってなるときはある。起きてうるさいうるさいうるさいってなるときはあるけど、まあ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 、知らないうちに頼まってて、そう面白すぎる。入るの人そんなにそうごめんね工事してて。それなんで謝ってるの。ごめんじゃないよごめんじゃないよ、コマの口癖。ごめんなさい、ごめんじゃないよあれなんだっけ、なんかそんな感じだった気がする。こんにちは。ごめんじゃないよだっけ、なんだっけそうこんにちは。カラオケしたいな最近さ待って、おい笑えるじゃん、おい浩二笑える待って、おい笑える、懐かしすぎる。懐かしいっていうか、おい笑える、やばいおい笑えるそうこんにちは。なんかな、あ、なんか言おうとしたのに忘れちゃった。なんだっけ、待って、おいコーチ笑えるで、待って笑、なんだっけ、何の話しようとしたっけ私。あ、そうあ、ちょっと待って、でも違うことなんだけど、もう一個思い出したことがあった。あのみゆみゆさんの755に私のみんなサホリン呼びしてるじゃんっていうのがあったのを見て嬉しかったっていう話をしておく。そう言おうと思ってたんだ。そう歌唱力の時かな多分、だからつい最近サホリン呼びしてる男、え、増えた気がする。でも本当にあれからそう、でもそう書いてくれたのが嬉しかったですね。私もね755ね、まあ iPad に入れててスマホは容量がなくて入ってないんだけど、前も配信で言った気がするんだけど、 iPad に入れてて755を読んでいるので、そう
読んでたら、あってなった。ソーリンちゃんでもでしょ。え、待って待って、違うよ、そうじゃなくて、みんな読んでるけど私のサホリンって書いてくれてたのが嬉しかったよっていう話。そうまだあるんだ、ね、みんな755まだあるんだって。まだありますよ、私もやりたい。いやでもチャットでいっぱいいたからね、それは。そう、あそう、スタコレマッシーさんの今日からですよね、開こう急に開き始める。そうスタコレちょっと見たい見たい、私も気になってるんだった。見ます、ちょっと見るね。アンインストールしてしまったわしてしまったのか。そう、私3日連続ログインボーナスだよ、スタコレ。すごくない？めっちゃログインしてるよ。12時から見たい。あ、そうなの？ふむふむ。気になるね。気になります。12時からだよね、スタコレ。そうなのね。ふむふむ。いやー！あー、かわいい。待って、本当にさ抑えないと感情。マハで話題流れる。本当にさ12時まで配信してくれるから。できないんだよね今日。これコメンタリー見たけど最後の方普通に好きやね。本当にまだ恥ずかしくて見れてない。でも見てくれてありがとうございます、コメンタリー。いやでもなんかあれはパート1って多分初めに言ってるんですけど、いや本当に今日は30分でやめる。あの振りとかじゃない、そうあのコメンタリーにあれパート1って言ってるんですけど、まあパート1っていうことはっていうことなので、ぜひまだ感情が抑えられてる方なのでぜひ見てくれたら嬉しい。こんにちは。明日開放配信かな。そっか、明日私前座だよ。そうだよ、みんな私は早朝からこうやっておはようって言って、みんな明日これありがとうね、ポチポチポチっていう未来も見えなくはないけどコメンタリー昨日見れなかったから配信後見、ありがとう。パート2は感じやばい。まあまあ お楽しみにです。今後ちょっと記憶ないんだよねあんまり私。レジオン何かがあるのかこんにちは、こんにちは。そうそう、同じ部屋ありました、ね、そうなの、そうなの、マシーさんが選んでくださって、もうなんかもうありがたい、ありがたい、ありがたいです。本当にありがとうございますです。なんか本当にこんな私のことを。明日昼夜だから無理しないでね、優しい、ありがとう。そう、実は昼夜、実は昼夜、超久しぶりの昼夜、久しぶりすぎる。明日昼夜は私最後に出たの5月の何日だっていうぐらい、5月の19日だって。1週間、2週間ぶりとか。確かに5時からはしないって前言ったやん朝5時配信、なんで、すごい、なんでとかではないのか、すごい。されてもこっちが困る、起きれないよねみんなも。あでも意外とさ皆さん起きてくださったりとかさ、通知で起きましたとかあってもちょっと申し訳なかったけど。そうあの日は夜公演だけだったから、あの寝られたのね一回。あれは1年起きない、すごい。そうレニアさんの生誕祭の日以来です、私の昼夜前座は。5時はちょっと起きれない、わかるよ、私もだよわかるよ。この間5時配信を見たの、来た、確かに来てくださった方。そう明日多分5時くらいに起きます、すごい。そっか、新幹線とかか、かわいい、ありがとう、こんにちは。そう今日はメイクをしています。めちゃくちゃちゃんとメイクしてるし、コンタクトも入れてる。いつもメガネだからさフォローありがとうございます。
平日は5時起きだ。すごいね、本当にルームに入って寝るしかないそのログインボーナスみたいなシステム面白すぎるでしょ。訪問回数がね増えるもん。確かに明日は6時起きで仕事だ。頑張って。そっか、お仕事の方もいますよね。頑張ってください。明日は2時起きだ。どういうこと？午後ってこと？ごちゃ明けで爆睡。確かにごちゃが4時半までだから、リアタイしてオールしたら5時から配信できるけど、そしたら私前座で死んじゃうからできないよ。そう、今日7時に言ってくれちゃう。おー、いいですね。すぐに明るく、確かに明るくなるの早いよね最近多分。なんかパッてさ、なんか変な時間に目覚めたりとかする時あるじゃないですか。でパッて外見たらカーテンから光がさこうこぼれててカーテンから光が漏れてて、なんかもう明るいんだとか思う。めっちゃ自然光で2割増し。あ、そう、意外、そう、今日自然光もつけてる、つけてる、カーテンが開いてるから。晴れ、なんか本当に私起きれない時はカーテンを開けて目を覚まそうっていう心意味うちゃんの時間やさうちゃんの配信時間長いけ。そっか面白すぎる。それでも時間が大変だ。踊ってて寝やまずに、カーテン開けて寝ると朝日で起きられるよ。あー、夏は早いよ、睡眠時間足りない。だって、あ、そっか、めっちゃ早く寝ればいいのか。光合成大事。確かに時期だとカエルとかなきゃ。そっか、鳥の声はでも聞こえる。焦る、鳥の声聞こえてくると。もうそんな時間4時前に。そう、めっちゃ早いからさ、陽気に太陽。そうなの、待って、なんか変な、ちょっと触ったらやべ、さっきうまくいってたのに。 OK かっこを泣いてた。かっこってどういう鳴き声？ポーンタタタタタタみたいなリズムが鳩でしょ？ポーポーポーみたいなやつ。それしかわかんない。リップ塗ろうと。何の曲かと思った。それはキジハト。そうなの？じゃあ私キジハトの声を聞いてさ、めっちゃ生きてきたってこと？無意識に。昨日ももちゃんが寝起き配信、あれ、あ、なんかやべ、寝てましたの配信かな。昨日ちょっとももちゃんの配信見に行ったんだよね。歌ってたし。そう、トンビの鳴き声。トンビ、ごそうちゃん肌白いから日焼けしそう。めっちゃ日焼け止め塗った今日まず家の中にいても日焼けするって言うじゃないですか。超嫌だ超嫌だ、それはしたくないって思ってる。キジも泣いてる。キジの鳴き声わかんない。そうなの。じゃあキジっているんだね。じゃあね、ゆっくりと鳴き方どんな開け方してたの、めっちゃ気になるんだけど。いやでも私ももちゃんとヤクルト飲んだことあるはずなんだけどな。今日は日差しあった、暑い。そうか、日差しがあるとね、生地湧き。そうなの分かんなさすぎる。野鳥とか見に行かないからな。野鳥探検とか佐渡に行けば時が見えるかも。すごい、めっちゃ小学校の時さ、時の教科書に絶対時って載ってるよね。そういえばだけどめっちゃ見て、教科書のイメージがすごい、地理の隠す時は金券となんか。そうなんだ、かわいいよ、聞いてありがとう。そう、こんにちは。こんにちはあと4分で終わるから
29、いや30分に男女読みにしよう。そしたらキリがいい。私が意外と男女読みに、そう、そういうまでに、こんにちは、すごい、そう、もう今月は切な感じでドキドキ、ありがとう。今来たばっかり。そっか、今日いつも以上に清楚だね。いつも以上に、なんだろうね、メガネしてないからかな。あと化粧してるから。手紙ありがとう。12時までしないよ、本当にしない、それは。ありがとう。そう、お出かけ、お出かけです。洋服が白なのもあるかも。確かに、いきなり。じゃあ、よく行くと思います。多分、お、本当に待ってます。今日みんな大体の人がファンレベル伸びるのが早い。どういうこと、どういうこと、どういうこと。唇ありがとうございます。伊佐がまだ追いかけたし、ありがとうね。そう、月が変わったから。あ、そっか。あ、そう、なんか昨日の夜さ、ショールームのとこ見に行ったらさ、なんだっけ、ファンみたいなところがあってさ、ファンがいませんって書いてあってさ、ちょっと悲しかったんだ。そう、思い出した。配信があって、なんかこうやってファンのとこ見に行ったら、月の代わりの始めて、ファンがいませんって書かれるの。だから早く配信しないと、ずっとファンがいませんみたいな状態。私ファンいないってなって悲しかった。でもそう、配信してないからなんだけど、それは。そう、仕様なのは分かっててもさ、結構ズバッとなんか書かれてて、支援なんとか、なんだっけ、応援者はいませんみたいな、いないの。めっちゃ寂しすぎて笑っちゃった。そう、ファンです、ありがとう。もうさ、今ざっと50人いる。ありがとう。そう、悲しい。そう、付き始めってそれがさ、悲しい。だってさ、先月って見たらボワーって いてくださってさ、皆さんすごいバッジとかもついてすごい嬉しいって思うのに、今月って見たら、昨日の夜に見て、ちょっと多分日付変わって見たから、配信してなかったから、まあそれはそうなんですけど、びっくり。ずっとそばにありがとうね、みんなさん。ありがとう。そうなんですよ、そういうこともありまして、次月変わったらスクショしておこう、その画面。ファンがいません。そう、そう、ありがとうね、フォローありがとうございます。みんな月ごとに応援する。絶対そんなことない。ファンレベル10を達成すれば何ヶ月で、あ、そう、表示される、何ヶ月連続何になりましたって書いてくれると、ああ、ありがとうございますってなる、毎月。あ、フォローありがとうございます。そう、あとちょっとで男女読みをします。そう、ありがたいことにあとちょっとで1600人になるみたいで、フォロワーさんもね、本当にありがとうございます。こんにちは。今日もいつもしない時間帯だから、ファンレベル10になるとレインボースター1個もらえます。そうなの、レインボースターってすごい大変なんじゃん。じゃあ、そうなんだ、ありがとうございます。そう、あと9人ぐらいで1600人。そうかも、減らないでくれたら。ファンの人がフォローを解除しないでいてくれたら。そう、ありがとうね。流れ星もありがとうございます。そう、あ、ちょっと男女読みします。ありがとうございました。お昼からみんなも楽しんでね、鉄道博物館の方とかも。13位、しげちゃん48さん、ありがとうございます。12位、がわさん、ありがとうございます。11位、すいずみゆさん、ありがとうございます。10位、こばかずさん、ありがとうございます。9位、ガッティさん、ありがとうございます。8位、あんざさん、ありがとうございます。7位、あきらちゃん、ありがとうございます。6位、ビッグラブ子さん、ありがとうございます。5位、パックさん、ありがとうございます。4位、ともやすさん、ありがとうございます。3位、チーボーさん、ありがとうございます。2位、コミュニストさん、ありがとうございます。そして1位、接点ガーさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。お昼から来てくれて。そう、私はこの後お仕事頑張ってください。明日の前座でお会いしましょう。多分夜はね、多分できない、わからない、多分できない、できないです。ほぼ 90% の確率でできないので、もしできたらしますねまあ多分できないです、てかできないですね。ではまた明日前座でお会いしましょう。ありがとうございました。お昼から来てくれて。バイバーイ。